カタルシスは最初にアリストテレスが演劇学用語として使い始めた。著書、詩学の中で悲劇の悲劇の功用としてカタルシス論を展開する。フロイトがヒステリー治療において催眠療法と悲惨な話を聞いて泣く行為を併用し、その序反応をカタルシスと呼んだ。カタルシスと哀れみの感情を呼び起こすことで精神を 浄化する効果として書き表して1個を使われるようになったが、アリストテレス自身は演劇学用語として使った。現代においても映画や演劇、小説、漫画の批評などにおいてこの表現が用いられている。ギリシア語の五感カッパーシータアルファーローは、不上を払う清めの儀礼を指す語であり、もともとはセム語で君上を意味するカタールに由来している。つまり、 古代ギリシアで不上を払う手段として、東方からもたらされた、硫黄などによる、群状の儀礼が採用されていたことに起源する語である。オルペウス教などで、魂の浄化を指す語として使用され、プラトンもパイドンなどで、同じ意味で使用している。アリストテレスが演劇学用語として使った後に、医学用語として転用され、薬剤を用いて吐かせたり、下痢を起こさせる、治療行為を指した。 アリストテレスは、史学内で悲劇の公用として、カタルシス論を展開し、効果の一つとして、カタルシスに言及するが、これが、劇中の出来事ないし、劇中の登場人物について、言われるのか、それとも観客について言われるのかについては、明確に言及しておらず、諸説がある。語源は、排泄、または、浄化という意味を持ち、それぞれ体内の有害物質を排出することや、 宗教的な浄化を意味することから、その定義をめぐってはその両説の他にも、様々に憶測されている。近世フランス史学においては、アリストテレスのカタルシス論は、悲劇論の中核をなすものとして理解され、カタルシスは、感謝の魂に、恐れと哀れみによって、浄化を起こすものと理解された。精神科医のジーク・ムント・フロイトがこの語を採用した、ことから、カタルシスは、 代償行為によって得られる満足を指す心理学用語としても用いられるようになった。フロイトはヒステリー治療において催眠療法と悲惨な話を聞いてなく行為を併用し、その序反応をカタルシスと呼び、以降精神医学界では一般に精神療法用語として定着する。a b c 三衝動ワードアイズウェブオカダ PP61 から62 ありがとうございます。